なんだ、もう年末じゃないか。今年は YouTube のプラットフォームで、メインとは別のチャンネルまで作って遊ばせてもらったけど、あっという間だったな。そういえば猿は散々アストルプロダクツに通って、展示品見本市でゲットするために欲しいもの物色してたくせに、いざイベント開催当日になると、すっかり出遅れてしまって、案の定、争奪戦には勝てなかったみたいです。諦めきれずに、欲しかった。折りたたみプラスチックコンテナを買ったので、せっかくだからレビューしておきます。ここからは、猿のままごと遊びなので、ご覧いただくのは自由ですが、ま、お暇な方はお付き合いください。折りたたみコンテナが、普通のボックス型収納ケースと異なる点は、一つ目に、テーブルとしての機能です。わざわざ木目調の MDF 天板までセットにして売ってるぐらいなので、テーブルとして使わない手はありません。もちろん、箱を広げて組み立てなかければ、お盆のような使い方もできます。箱を閉じた状態だと高さが5センチしかないので、まさに、木のお盆です。まあ、だからどうなんだって突っ込まれたら、それまでです。はい。そして次のメリットは、使わない時に小さくなる点です。何せキャンプ道具は普段家の中にあると邪魔なので、折りたためるメリットは、道具が増えれば増えるほど、そのありがたみを痛感します。猿は12月は、3回にわたって断捨離しましたが、本当に大変でした。毎週の休みは、ずっと部屋掃除と、断捨離している感じでした。まあ、そうでもしなければ、すっきりした部屋で新年を迎えることができないので、仕方ありません。そして3つ目のメリットは、コンテナの上に別の荷物を重ねておけることです。このオリコンは、サイズ的には、キャンドゥの折りたたみ式コンテナバッグと大差ないのですが、上に荷物を積み重ねることができるかどうかが、完全に違います。通常のバッグの上にも無理やり荷物を重ねる人も多いと思いますが、座りが悪くて倒れてくるので、ぐちゃぐちゃになりがちです。この点、硬い天板があると、荷物を車載して運ぶ際や、倉庫に片付ける際にも、大きな大きな、差となります。猿の場合は、キャンプ道具が増えるにつれて、こうしたメリットを実感するようになりました。普段から片付けが上手な人だと、整理して収納できるのかもしれませんが、苦手な猿にとっては、超ありがたい、折りたたみコンテナです。以上が、猿がこの、折りたたみプラスチックコンテナを欲しかった理由です。ということで、あとは、残り少ないですが、良ければ猿のままごとをお楽しみください。キャンプ道具のメンテナンスや、いらない道具の断捨離も、皆さんも頑張ってくださいね。